はい、皆さんこんにちは、ケンキです。今回は疾風陣雷ということでアッシュの部分ラッシュですね、やっていきたいと思います。こういうゲームメイクをするためのアッシュの武器っていうのはなかなかできるプレイヤーいないと思うので、ぜひ皆さんも意識してみてください。それではどうぞ。今回は民家か。民家はね、割と得意なマップではあるんですけど、ただここ結構連携が必要なんですよね。よいしょ。まあ理由としてはこのテルミットで割って、さらにこの奥を割る必要があるんですけど、このね、ガレージの攻め方がなかなか難しい。で、火花がいないとですね、このミラされるともう終了。もうこのミラされると、火花いないと終了です、ほぼほぼ。あ、けどいい感じに、なんかよくわからんミラ使いましたね。あ、これならいけるか。これミラいけそうだね。やるか。リー君ちょっと頼める。さっちゃん投げてあげて。ガレージのちょうど間のところへん。3枚と2枚の間のところへん。ドローンが通るところ。で、リー君お願い、頼むわ。リー君潰してあげて、テルミット。テルミットじゃなくて、ツイッチで。リー君のツイッチの合図でいきましょうか。いいよ、ナイス。サッチャ。いいよ、いいよ、張って張って、テルミット。オッケー、行こう。ナイス、ナイス。いいね。一人だん。で、まだ奥にいましたね。もう一個張れる。あ、まさかのそっち張る。一人ダウンして、もう一人、もう一人いたな。うおー、二人いる、二人いる。きつきつきつ。一人ダウン。OK、倒した。で、これでまあ一人ダウンしての、これ入って、ナイスキル !OK! 完璧。いや、今、一気に入ったらなんか意外と入れたな。さ、ちょっとエイムがひどいな、今日。ちょっと、さっきの別ゲームをしてたせいで言い訳をさせてください。エイムがひどい、マジで。全然ダメだ。あ、このシャツは、このシャツは URL で売ってないです。ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。今僕が着てるね、T シャツの販売テキストみたいな感じでした。申し訳ない、申し訳ない。はい。ということで続きやっていきましょう。バンディット行こうかな。いや、ここどうしようかな。ミラーでもいいな。ちょっと相手に本物のミラーの使い方を教えてやりますか。相手にお返しをしましょう。ガレージミラーこうやるんだと言わんばかりに。さあ行きまーす。じゃあまずルークが来てと。上補強3、2人かな。バリキリさん、ガレージに1枚だけ貼って、あと上補強お願いします。あとガレージ外にカメラ投げてくれるとかなり嬉しいです。よし。ということで、まずはミラーを1個設置と。よいしょー。もう1個ミラーを設置して、バンジット1個頼むわ、こっち。バンジットのショップワイヤー1個ちょうだい。で、インパクトグレネードここに投げてください。ありがとうございます。ここは綺麗に俺が工事してる。サンキュー。じゃああとは頼んだ。右側の餅つき頼んだ。俺守るわ、頑張って。で、この状態で OK ですね。これで右側の餅つき集中してたら大丈夫。多分やられないはず。なるほど。あ、来ましたよ。いいね。あー、割れたか。どんまいどんまい。いいよいいよ。でね、これ割られたときはですね、どうしようかな。こっちから行けるかな。一人倒して、ここを割ってしまう。ここを割ってしまう。ここ割ると何になるかっていうと、あれー、ミスった。ミスった。そこを割ってやると、このホワイトボードというか、あれが消えて綺麗に敵を倒せるようになるんですけど、ちょっと失敗しましたね。で、こっからね、これで撃てるようになったんですよ。っていう強い技だったんですけど、できなくなっちゃったな。残念ながら。イングレないか、仲間。まあまあいいでしょ。いや、見えるか、これで。ギリギリ。ギリギリ見えますね。見えんのかな?ちょっと怖いな、不安だな、これ。こっからね。インパクトグレネード持ってる人いる?いないか。あ、いるいるいる。
こっち来れる。あの、ぐるっとガレージがなくて、あの、筋トレの方から回ってきて。あ、きついね。オッケー、いいよいいよ。オッケー、無理しなくて大丈夫。厳しそうね。おっと、こっち側か。撃ってみましょう。なるほど、なるほど。これはフォローしましょう。筋トレ細道に敵が来てますね、一人。それ細道来てるんで、頭だけ出して、キープかな。で、合体さん。いい状況ですね。いけるか。で、一人こっちから、来てるかな。なんかこっちから来てる気配が来るんだよな。そうでもないか。あ、来ないっすね、これね。もはや来ないだろう。さあ、敵が来るの待っていきましょう。おーっと、ここでスモーク。結構絶望なスモーク。あれ、多分グラズですね。ナイス、グラズ。え、これグラズが来てますよ、多分。足元だけ見えますからね。さあ、どこに入った敵。敵中か。設置されたな。オッケー、一人倒した。で、階段上に上がった敵を切ると。で、ディフューザーを解除。けい。よし、サンキューみんな。いやー、今いい感じに未来倒せたな。よし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 。じゃあ、次行きましょう。アッシュ、ヒバーナ、何使おうかな。相手もう一回地下来ると思うんですよね、このままだと。まあ、アッシュかな。アッシュでスモークレネード使っていきましょう。お、なんかすごい重い。なんだ。やばいやばい。1100とか出てる。これやばいぞ。グラボにものすごい負荷がかかっているはず。おぉ。1100とかフル FPS 出てたな。これはまずい。269、260。おお、270が出てた。出ますな。さあ、相手はどんな感じでやってくるかですね。これまた同じく、似たような攻め、あの、ミラーの設置され方すると結構きつかったりする。僕だとね。けど多分、相手はもうミラー使ってこないと思いますね。何の役にも立たなかったから。いたわ、ミラー。多分ミラいます。またリークお願いします。あ、いないかな？設置してないな。すぐ割りに行こうか。これね、リシールも相手特にやってこないんで、で、ここの窓もね、開いてないんで、かなり警戒はせなくてよくて、ガレージ攻めに、あ、ミラしてるわ、1個。そっち割れる。一人だん。どうしようかな。奥に木を焚くか。奥に木を焚いて。右側さ、テレミット割れる？俺タイミングで突っ込むわ、一緒に。テレミット割りに行って、いいよいいよ、行って。やった、いいよ。OK。で、これで3、4人殺した。あとラストマン。俺の、ナイス、ナイス、フォロー。いいね。完璧な、連携でしたね。いいね、今の。はい、ということで、4ラウンド目ですね。今のかなり綺麗に攻めてたんじゃないかな。ちょっとリロードがね、いかなくて、ラストミラーを倒せなかったのがちょっと残念でしたけれども。けどかなりいい感じに倒せたんじゃないかなと思います。プロっぽかったね。かなりプロっぽかった。いいよ、貼って。貼った瞬間に俺行くから。トゥルルッテン、トゥトゥン、ダダン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 、ナイス！ラストワン、ナイスーつってね、かっこよかったね、今のね。技術は、磨く、あ、いや、ごめん、なんでもない。よし。やっていきましょう！はい、ということで。ラストラウンドにね、していきたい。ここはサクッと決めてね、サクッと終わらせていきたいと思います。
220か FPS、 なんかやたら出るなこれ。これまずいですね。ちょっと後でグラフィックの設定変えないとね、このなんか待機時間中に1000とか出ちゃうのね、これあんま良くないですよ。なんかカクカクなったし、多分かなりパソコンに負荷かかってしまってる。 無駄なね、あんなところで FPS1000 も出す必要ないですからね。ずっと限界バトル叩きついてる感じですね、言ったら。なんていうんですかね、アップで全力疾走してる感じ、俺のパソコン今。アップで、試合前のアップで全力疾走してるみたいな。で、それを毎日365日続けるつもりでいる、こいつ。俺のパソコン。これは体壊しますわ。はい、リスキルやっていきましょう。多分ここ開くと思います。さっき開いてたんでね。ほい。ほいか、あいつだけですね。あー、リスキル失敗したな。脇一度、置きが甘かったですね、俺の。で、グラーズがね、これ外にいるんですよ、一人ね。これどうしようかな。グラーズが一人外に来ていて、これがのサウスかな、サウス側からなんかいう感じ、ちょっかいかけてるんですよね。あー、くそ、負けた。うわー、やるな。いや、しかも、ヒブランのやだ。アッシュ、もう一回使って、一気に殲滅か。火花かな、それか。アッシュでも火花でもどっちでもいいって感じですね。火花いきますか。で、やばいな、これね、ほんと。これ、早く修正しないと、ほんとに。ものすごい勢いで、フレームレートが上がってる。1080ってもう認識できないからね、人間が多分。1秒間に1080枚の絵がね、流れてるらしいんですよ、今。俺の PC。今185枚。絶対認識できないっていうね。フレームレート、パーセコンド。FPS ですね。フレームレート、パーセコンド。レートじゃないな。フレームパーセコンドか。が FPS か。FPS とね、フレームレートは多分ね、厳密には違うはず。まあ、この話はね、多分誰も興味ないんでやめておきましょう。で、今回ミラをどういう感じにつけてくるか。さあ、1個つけた。多分これはおそらくもう1個片方、隣り合わせでつけるパターンかな。つけないか。つけないですね、これね。まさかのカメラを外すっていうね、これ。やっちゃうよね。あるよね。俺も時々やっちゃう。じゃあ、また割っていきましょうか。ささっと。いいよ。そのまま右のやつもあって、右のやつ、右側とは右側。ちょっと待って。二枚張りの方割ろうか、この後。で、これミラーでね、しっかり壊してあげて、の。で、まだ敵がいます。頭一個か。頭一個で敵がいる。一人敵を倒していく仲間。一人倒して、もう一人倒していく。これね、ちゃんとこの相手がね、持ち突きをするタイミングをこう見計らって一緒に入ってやると、一気に攻めすると。ナイスキル！いいね、いい突入だった。このテレミットが張るタイミングっていうのはミラが無防備、ミラのところでね、相手が無防備になってしまうんですよね。で、ここを狙ってしっかり進めてあげる。一人死んでも、まあ確実にもう一人は殺せるんで、いい感じに倒せるという、ことでした。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。生放送のままだ続きます。